はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、誰でもわかる救急式歩兵銃のメカニズムということで、こちらのタイプ99、アリサカ中身どんな風になってるか見ていきたいと思います。で、アリサカライフルはね、まあ、よくこう海外でそういう風に呼ぶんですが、まあ、30年式とか3発式とかね、いろんなやつをひっくるめて、アリサカライフルという風に大体海外だと呼んでるという、まあ、そんな感じですね。で、中身は今回は X 線で見ていきたいと思います。で、こんな感じですね。ちなみに、こう、細かい、こう、なんていうのかな、30年式と38式とか、なんたらかんたらみたいな、まあ、そういう違いについては、まあ、ちょっと編集で足しとくんで、多分字幕になんか書いてあるんじゃないかな、みたいな。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、何はともあれですね、これで多分大丈夫なので、トリガーを引くと、まあ、こんな感じですね。バーンって撃つよという。これだけ見せられても、あんまりよくわからないと思うんですけど、普通。トリガーを引くと、よいしょ、ここの視野って書いてある、ここの板みたいなパーツですね。トリガーがこう、つながっていて、この視野と微妙な感じで本当につながっています。本当に微妙な感じでこうが、まあ、がっつりつながってはいるんですが、微妙な感じにつながっていて、トリガーを引くと、このように引くと、こっちの視野が、後ろの部分がちょっと下がるという、こう微妙な感じですね、本当に。この微妙な顔、この動きでもずれて、ファイアリングピンが視野で止まってるんですけど、それがずれて、まあ、抜けるよと。抜けたら、自動的にファイアリングピンは、まあ、中にこうバネが入っているので前進すると。よいしょ。このバネですね。ファイアリングピンスプリングが入っているので、このバネがこうビヨーンと伸びて、よいしょ。X 線3にすると、ここのあれですね。なんだろう。ファイアリングピンですね。でっかいこう筒みたいのが前に出て、撃破すると。まあそういうことですね。これが激震で、まあここの銃の雷管をぶっ叩いて撃破につながるという感じになってます。で、これのまま弾が吹っ飛んでいくと。で、どっかに当たったり当たらなかったりするという、まあそういうことですね。まあ、すごく、ボルトアクションなので、シンプルなメカになっています。で、コッキングですね。コッキングするときは、まあ、このように、ボルトというかコッキングハンドルを回転させて、で、このように下げて、まあ、こうするんですが、時々こう、アリサカライフルっていうのは、コッキングするときに KAR とか、まあ、ゲベアの98とかと違って、押すときにコッキングしてるみたいな、そういう表現をしていることがあるんですが、まあ、要するに何て言うんだろう、コッキングハンドルってこう持ち上げて、引いて、また戻して、またこうガチャッとこう戻すわけですけど、まあ KR98K の場合、この回転させる部分だけでもまあコッキング終わってるんですね。で、アリサカシリーズの場合、押してコッキングするって表現をするときありますが、押してコッキングするっていうのはこのように最後の部分を言ってるんですね。で、どういうことかというと、よいしょ、コッキングハンドルを回転させると、よいしょ、どのアングルが見やすいかな。ここにですね、斜めの溝が掘ってあるので、斜めの溝がこう掘ってある場所にこう回転を加えると、こうずれるじゃないですか。だから、ここのファイアリングピンの部分がちょっとずれてるんですね。で、これでちょっとだけコッキングできるんですが、これでコッキングできるんですが、ここの斜めのずれで。これでね。これでコッキングはできるんですが、これだけだと抗体量が足りないので、よいしょ。ね、下げるんですけど、まあ、これ下げないとこう廃墟できないので、この薬莢をこのエキストラクターと、エジェクターボックスって書いてある、このエジェクターが入っているパーツで吹っ飛ばすんですけど、まあ、こうやって吹っ飛ばして、パコーンって吹っ飛ばしてもいいんですけど、パコーンと吹っ飛んでどっか飛んでくのはいいんですけど、まあ、これだけだとファイアリングピンがね、後ろに下がりきってないので、こっちに戻ってくるときにこうぶつかるんですね。またこの視野の後ろの部分とぶつかって、こう最後にまたちょっと、中のバネを見るとよくわかるんですが、ちょっとだけこうバネが圧縮されるんですね。グイッとグイッと、こう分かりにくい 分かりにくい。こうやってぶつかって、ちょっとだけこうグッてなるっていう、まあそうだな、 X 線4番とかだと多分よくわかるんですが、ここの部分が全くこう、なんていうんですかね、隙間がないと思うんですけど、こうやって最後ぶつかって、こう隙間が出てくるっていう、まあこうやって圧縮してると、ガチャッと。まあだから、まあアリサカライフルっていうのは、まあ押してコッキングしてるという表現が使われることがあるっていうのは、まあこういうことですね。まあだから、まあ微妙に、なんていうんですかね、まあ、KR シリーズと微妙にコッキングのシステム、まあ、似てるっちゃ限りなく似てるけど、まあ、違うっちゃ微妙に違うみたいな、まあ、そんな感じになってます。コッキングね。あ、こんな感じですね。コッキングはちなみに当たり前ですけど、こう、このボルトが最後噛み合って終わりますからね、当たり前ですけどね。ここの最後、ロッキングラグみたいなのがこう踏み込んで、ちゃんと閉鎖できるという。まあ、これなかったら、ね、後ろにすっぽ抜けちゃうからね、打った時にね、そういうことですね。ここら辺のロッキングラグでちゃんと止めてるよっていう、まあそういうことですね。で、まあそれはいいんですが、まあ、これが一通りのメカなんですけど、ややこしいのはですね、安全装置ですね。この銃の場合、まあ大体こうトリガーを引いて、バコーンってなって、コッキングして、まあなんだらかんだらコッキングして、なんだらかんだらってなんやねん。コッキングして、これで、まあ、普通に弾、また再装填できるよっていうのは、まあ、なんとなくわかりやすいと思うんですけど、
問題はね、コッキングとかじゃなくて安全装置なんですよ。安全装置これなんですよね。ここのなんか、このギザギザ、このギザギザはですね、なんか意味のないギザギザではなくて、まあなんか飾り出せみたいな、まあそういうことではなくて、これですね、外から見るとこんな感じなんですけど、あ、ちなみにこのダストカバー取れます。ドーンって、あ、これセーフティーかけてるわ。これダストカバーっていうのは、30年式から3発式になるのに変わった時に、ここについてはダストカバーなんですけど、これダストカバーがあると一応こう、中にこう、埃とかが入らないので、まあちょっとこう、なんていうんですかね、抗塵性っつうか、なんだろうな、耐久性というか、まあそこら辺のメンテナンス性みたいなのがあると。ダストカバー邪魔だったら取れます、こうやって。まあ、取るとここら辺が露出するので、ここら辺汚すとこう銃の中にこうどん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 泥とか入ってくるので、銃傷むっていうね、故障とかにつながっちゃうだろうお前って話ですね。そういうことになるので、ダストカバーが追加されたのは、まあ、この銃から、何世代ぐらい前だ ?2、3世代ぐらい前ですかね。2世代、1世代、まあそれぐらい前ですね。まあそれはさておき、まあ安全装置がすごくわかりにくいんですけど、まあここまでのね、激発とコッキングの話はそんなに難しいというか、まあ、いつもっていうか他のね、銃と大体似たり寄ったりなんですが、安全装置が超ややこしくて、安全装置ここです。ここのセーフティーノブって書いてある、まあ、ここの部分グリッと押す感じなんですが、グリッと押して何が起きてるのか分かりにくいんですよね、これ。極めてね、極めて分かりにくい。非常に分かりにくいんですが、まあ、このグリッと押してるというね、ここら辺手垢つきまくるだろうと思いますけど、まあ、そんなことを言ってもしょうがないので、中はどうなってるかって話なんですが、中はですね、この状態で、さらにクリックして非表示で、ボルトを透明に、あ、ボルト透明できない。クリックして非表示に、X 線、OK、できた。よし、できた、できた。で、この状態にすれば分かりやすくなるんですけど、この状態から撃ちます。あ、撃ちます。撃ってどうすんだよ。安全装置かける。撃っても分かるんですが、撃つときに、ちょっとじゃあ、そうだ、せっかく撃っちゃったんで、見てもらいたいんですけど、ここの、まあ、まだ撃ってないですけど、トリガーを引くと、このファイリングピンがずれるんですね。ファイリングピンがずれるときに、ここの隙間ですね、ここの黒い部分が、こう、どう動くかっていうのをちょっと見てほしいんですけど、ここの銀色のパーツ、ファイリングピンで、こうなってるわけですね、外側から見ると。で、ここの隙間が、こう動いていくわけじゃないですか。で、ここの隙間を、もし何らかの、こう、物理的なパーツで、ブロックすれば、ファイリングピンは前に出ないってことじゃないですか、要するに。それを行うのが、安全装置と、マニュアルセーフティーということですね。まあ、コッキングして、まあ、外していく。まあ、これはさっきと一緒なんですけど、よいしょ。で、安全装置はこんな感じで、こう入ってきて、こう後ろからずれてきて、ここに入ります。こんな感じですね。ここに入ってくるので、さっきの、ここの、なんだろう、帯状の、なんていうんですかね、隙間の部分に入ってくるので、まあ、これで安全が取れるということですね。これによってマニュアルセーフティーが起動して、まあ、トリガーを引いてもファイリングピンが前に出てこないという、まあ、そういうメカになっているということですね。トリガー自体は多分、視野と繋がってるだけなので、引けなくはないと思うんですけど、引いたところで、まあ、どうせこのファイリングピンスプリングが伸びようとしても、このセーフティーノブの一部がここに組み込んでるというか、噛み込んでるので、まあ、ファイリングピンは前に出ないということですね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、安全装置は起動しているということですね。よいしょ。これで戻してと。こんな感じになってます。で、他はそうですね、メカニズム的なところで言えば、あとはこの、本当はこう、フォロワーのマガジンのですね、ここの部分がこう、パカッと取れて、パカーンってこう、ここが開くんですが、まあ、このゲームだと、ゲームでかアプリケーションだと、その機能は実装されてないので、ちょっと何もできないという、まあ、そんな感じですね。あとは、面白いのは、モノポッドとかですかね。モノポッドとかもね、この救急式で追加されたんですが、よいしょ、これですね、モノポッド。まあ、モノポッド何のために追加したかって、もうよ、なんか何とも言えないですけどね。まあ、撃つとき安定させたいからなのか。まあ、そうなんじゃない？ そうなんじゃない？っていうか。銃剣も30年式の銃剣がつきます。昔懐かしい、こう、日露戦争の頃からあるやつですね。よいしょ。で、あとは、リアサイトを、立てて、まあ、これで距離を調整したりとかするわけですね。あとは、AA モード、アンチエアモードでこうやって広げられるよと。いう感じですね。はい。というわけでね、まあこんな感じで、まあちょっと足早というかね、シャシャシャーっとね、まあ救急式歩兵銃、中身どんな感じか、見てみました。この動画ね、ははーんと思っていただけたらですね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。